今月10日から17日までのお盆期間の利用状況を発表した JR。 去年に比べると乗客は北陸新幹線がおよそ 2.4 倍、特急サンダーバードはおよそ 2.7 倍、特急しらさぎはおよそ 2.2 倍と軒並み去年の2倍以上となりました。コロナに入ってからのお盆の中で一番いい数字だったというふうに思っております。ただコロナ禍になる前で比較しやすい4年前と比べると6割程度にしか回復していないということです。